すげえ勢いできた。すごい勢いできた。今日は絶対勝ちますよ。あー、まずい。しゃー、やったぜ。あー、くそー。あるぞ。もう引けてないよ、もう無理だ、無理だ、もう無理だ、無理無理だ、無理無理だ、無理だ、無理だ、止めます。はい、揃わねー、これ1000ゲーム。あー、いやー、もうやめて。ここあります、まだ希望は。そうです、白はやめて、白は。せーの、ここあります、まだ希望は。そうです、青です。ここは天国、天国っぽくないもんね。白はやめて、白は。せーの、もうダメだって。もう今日も負けるって、これ無理だよ、無理だって。エコダじゃ勝てねえよ、もうやめようよ外線打つと。なんで取っちゃうの俺たち。荒ぶってるな。マリモさんがめっちゃ荒ぶってる。だってもう勝てねえもんこれ。何回戦ってんのよ俺たち、何回これ見てきたんだよ。マリモさんの荒ぶりは珍しいぞ。だってもうだまだ、だってあなた2時間くらいしかやってないんですよ。まだ打たなきゃいけないんだよ。もうマリモさんは後半の男ですからね。まあ、確かに自分でもそれはなんとなく思う。出すときは後半。僕これが単発だったらもう今日使い物にならない。申し訳ないです。ダメンズブールだ。いやー、運命のジーズを。いやー、めっちゃ弱え、このジーズを。弱いな、本当に。鏡が出ないし。え、603って何？ねえか、なんもねえ、なんもないな。鏡が結構つかない。だよなー、だよなー。頼むよ、マジで。ちょっと、お、ロックはないかもしれないですよ。あるある。いやー、どうしたらいいんだろうね、これね。うわー、ほんとここをやっつけないで次行くっていうのもできないしな。ほんと呪縛、こういうの呪縛っていうんだろうね。もう完全にはまっちゃってます。呪いに縛られる養分ですよ、もう完全に我々。いやー、マジやばいね、今日は。ほんとすがるものゼロになっちゃったもんね。まあ、確定役を引ける気もしないですしね。今まで SGC とかがあったじゃないですか。あった。今日はさ、そのチャンスが何回か来たけど全部カスだったじゃん。ですね。116ゲームです。ちょっとなんとかなんとかなるんじゃないかっていう。黒ひげのあの一発がこんなにも強烈に刺さるとは。今日今のところは剣1本5000の値段ついてますから、ね、そうだよね。これで8万円消えるってことか。え、番組最初の投資っていくら。投資は9万とか8、多分10、10はいってないよね。僕のサイズじゃないけど、もうここでもう勝って終わりにしたかったです。ね、エコダでさ、魅力的な機種もあるじゃないですか。ありますね。いや、他に強いコーナーもあるじゃないですか。なんで我々はその全部無視してここに突撃してるのかっていう。それは毎回空いてますよ。心配してるけど全然埋まんないもん、ね、取れるかなとか言って。9枚目、合計9枚目。ついに9枚目。8万3000円です。83、最高は今更新しました。今84のボタンを押したん でそのタイミングで僕が飲まれます。こっからダブルか、倍のスピードで。
怖っ。これはちょっとなんか自分の番じゃなくてよかったなんて言えないな。うわ、もうナチュラルに1万円を司令とか言えないなって。人を気の毒がというふりして1万円手に取ってすいません。共有財産ですからきます。出した以上は10枚目が入った。リップさん、リップさん来ました。ここでマヨさん頼むよ。もう学校でこのボタンまだ押さない。ここリプレイ行くから押さない。本当にもっとお願いします。あー、いいレバー。あーリプレイ行くだけだったじゃないか。うー、何もできない。マジでフルボッコってこういうこと言うんだな。あんまり使う言葉じゃないけど、今日この後のご予定は。僕はないです。なんでねえんだよ今日に限って。なんでないの。もう福岡行ってくれよ。したらもうやめさせるからさ。なんでないの。なんで閉店まで大丈夫みたいな顔してんの。まゆみさん、だからなんでもう一回言うの。同じことあるって言ってよ。どこまでもシャレになんないんだけど。打っていいんですか。あと4万円ぐらいかかるって言うんですよ。天井まで行けばそうですよ。4万かかる。こっちもあと2万ぐらいかかる。計6万か。16万。8000枚は取り戻せないよな。でもまあもう逃げたくはないよな。12万でしょ。これ12万です。僕が1ヶ月ウルトラマンやって初めてもらった給料がこのぐらいでした。それがたった半日で。いただきます。合わせてでは12枚ですね。今で6000枚か。うわっ。いや、回りました、回りました、回りました。もうこれやります、これ決めます。もう絶対外さない。これ回りました、もう絶対外さないです。絶対、絶対開かないかもしれない。ちょっとすみません、開かないでもいい。今日はもうゴッドレスとは言えないです。ただ絶対外さない。もうあのフェイクリップの連続は断ち切ろう。このための練習でした。そうだ、ここで断ち切ろう。フェイクリップの呪縛は640ゲームはい虫ゲーム。嫌なゲームだな。嫌なゲーム。共通のさ共通の知り合いなんかいるよね。ちょっとね、今虫になりました。虫ここで揃うわけがないと思ってた。虫じゃなんかちょっといきますね。見た見、見た見、こいつが現れる。これはすげえ。成功下段。ちょっともうあれじゃない、通常時の扉でもダメだったら多分もうダメだよ今日俺たち。呪われてますよマジで。無理無理、ごめんなさい。いや、全然あなたのせいじゃないよ。いや、今のはさすがに決まったと思いましたよ。これゴッドだと思ったんだ。ゲーム数見なければそのままゴッド揃ってました。ああ、そう、また書き換えられちゃったかもしれないね。俺たちの意識で。中断気ななでももう怒られる。さすがに回しきらん。ちょっとこれはでも僕の天井が見えてるな。元気くん、お待たせ。めちゃめちゃ明るいじゃないですか、もう今おしっこしてきたよ。夢の国のキャラクターや。パチンコパスションには一切縁のない夢の国の
あのキャラクターが今トイレから帰ってきた。14万も作ってるのに夢の国に行ってきた。現実出すもの出したからコインを出すだけだよ。なんかうまいこと言ってる。手袋がそれっぽく見えてきたぞ。夢の国のあのあいつのように見えてきたぞ。うわーわーって底抜けに明るい。さすが夢の国。もうあれだね、ボレッターズハイですよ。財布係でしか味わえないこのテンション、謎のテンション、ボレッターズハイと名付けます。僕はさすがにまだ誰も言ったことがないないと思う。これはね、新しい言葉が生まれましたね。10枚目を超えたあたりから徐々に幻覚が見始めそうそうそう、気持ちよくなってくる。アドレナリン的なものが、ね、ボレッターズハイ、もうめちゃめちゃ負けているこの憎き場所が夢の国に見えてくるという。そうだよ、出てきた。マリモさん、それはお金は使うためにあるんだよ。50% 取れねえっすよ、そのまま言ったら。もう取り戻さないと。あー、もうやだ。いやー、マリーマウスの実力見せてくださいよ。マリーマウスの実力なんか2連ですよ。もう見たでしょ、午前中に。マリーの家並びますよ、僕。2時間でも3時間でも並びますよ、マリーの家。写真を撮るために。天井2連の写真。天井あの後2連で G ゾーン抜けた時の絶望的な顔。完全に余裕だよね。いや、今日ばかりはね、さすがの僕もね、あの必要。ちょっと待って、ちょっと待って。ないよ、それはないよ。いや、ここでリプレイ引いたらマリオさんも多分ゴーストだって終わりっすよ。そうだね。ただ、うん、学んじゃったじゃないですか。で、俺一回だから勘してんのよ。あー、そっか、うっかり。はっきり分かんないのか。いやいやいや、我々は今日これは引けないですって。本当引けないけど、これでリプさんで当たってんすよ。そうなったらもうどうしようもないな。ちょっと信じらんないよ。もう僕今めちゃめちゃフラッシュバックしてますよ。あれが。いや、でもこれでさ、はい、もう一回リプレイしちゃったらもうアウトだよ。アウトあ、でも全長がどれくらいあるんだろう。長いっす。ただその前どうなるか分かんないですよ、ね、G ストップはその天井を踏んでて OK なんだけど、今から前兆行ったらもう届いてないから。あ、でも本前兆中に天井ゲーム数踏んだら OK。 そうなんですか。間違いない。それは間違いない状況。一回俺勘してんだよ。もう勘って何ゲーム取られます。あれ正確に知らないんで、俺出てないかもしれない。じゃあ5ゲームとしましょう。だ、天井まで残り13ゲームでしょ。18ゲーム。あ、でも75でいいから。そうですね、75でいいから8ゲームじゃん。もともと8ゲームに5ゲーム出して13ゲームあるのか。そうだ、でむしろリプレイ引いた方がいいのかもしれない。そうですね、引かないと間に合わない。勘のせいで足りないのよ。なんであんな1勘で。いや、ここに来て引く。いやー、14万円だよ。もう1回、もう怖いから、もう1回いきましょう。あ、14万。いやー、俺入っちゃったか。もう外すしかない。マリモさん、これも外すしかない。これ本来ならあと5ゲームなんです。で、ピシャリ踏む。もうちょっとさすがにふざけられないね。いや、これはちょっともう、ね、ふざけよう。僕も絶対もうやんないです。デプシロール、やんない絶対やんない。もうやってるよね今。ハートブレイクも絶対やらない。いや、これ鏡いらないやつですよ。一応ね、これは記念になります。記念撮影、これは記念になります。あ、出ないやつ。オッケー、やっと4ゲーム。耐えて。
よしよし、もう何でない。いやもう怖え、マジ怖え、止めらんないよ俺これ。いや無理だよこれ、無理だって。ナイスゴー、ナイスゴー。危ない、もうゴーがもう神々しく見えますね。こんなにも頼もしく見えるゴーは初めてだ。だだだ、1とか3は危ないです。リーチョンが出る可能性が。そうだそうだ、 そうだ、 そう、 S がいいよね。 S か5です、 S か5です。いやなんで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 。次はこうはダメですよマリオさん。オッケーオッケーオッケー、さっきの感じはダメだ。バーナーバーナーバーナー。あーそうなるよな、かける言葉が見当たらんの。あ、違う。でも考えようによってはまだ G ストップを続けれるわけですから、カンのペナルティがあるかどうか分かんないですよ。ないかもしれない。あ、そうだね、15枚取ってないからセーフとか、なんかそういうルールがあるかもしれない。あるかもしれない。3枚役も取ってなかったじゃん、あの時。確かに確かに、だから言った通り。でも気休めにしかまだいくよ。下がこれでとりあえず1475いきましたね。そうだ、だからここは揃えた方がいい、ね、そうです。ここはもう揃えようが大将変わらない、揃え前が、はい、変わらないです。ここはもう揃えたらいきましょう。7がいる、ちょうど7がいる。さあということで、あの時出ましたもんね、救済発動って。あ、でもあれ入れてなかった、ユニメも、うん、もう踏んだり蹴ったりだ。めんどくせえからいいやと思って入れてなかった。今入れたらどうなんだろうね、これ。今入れたらどうなんのこれ。いや、間一発で、いや、間一発で、あの、あれでは、あの、間だよ、はい、ペナルティでしょ。それでこんなことになるか、ここまで。だからこれちょうど今1480ですからね。そう、ファンが何の影響も及ぼしてないから、とりあえず何出ない。え、ということはやっぱり、いや、ないんじゃない、言ってないってこと。あの一発で言ってたら、でも必ずもう一個出てくるってことですね。そうだね、最低、はい、いやー今のは本当に答えた。立ちスロってて体が自然に吹き飛んだのは久々かもしれない。めっちゃ初めてだな、めっちゃ吹き飛んだ。いやー、ささくれるな、これはさすがに。いやー、さすがにこれはですよ、もうどうしようもない。だって井上君がドクターペッパー飲んでたの今、めっちゃムカついたもんね、なんか。ひとしきり終わってさ、ふっとこう当たったと振り返ったら
すげえゴクゴクなんか喉鳴らしてたからドクターペッパーで。ほんとやろ、もう他人のドクターペッパーすら許せなくなってきた。あのマリモさんが、あーそうよ、他人のドクターペッパー、いやマシや仲間ですよ、そう仲間がドクターペッパー飲んでることに対して、あそんなムッとしますか。まあまあもうもはやもはやありがたいよ。983円。まあ、いいモードだったしな。結局3000余りました。あ、さっきのカード。はい。だから13万7000円ですか。平山さんめちゃめちゃ嬉しそう。こいつはもうあんま、むしろこいつに対してはあんまね、俺あんま怒りを覚えない。あ、普段がずっとこうだから。まあしかも言ってますしね。そうそう、そろそろやっぱ使ってほしい。お金使えって言うから。いや嬉しいだろうなと思ってたよ。でも井上さんのドクターペッパー許せない。あれ絶対許さない。本当に。めっちゃ怒ってる。心の負のアルバムにもう完全に今もうべったり貼って裏にノリめちゃめちゃつけて。ベッタッ超奇跡体験。もう一発出てくれば届いてますっていうことでいいよね。もうダメじゃねえこれ。あーこれか。むしろなんで飲んでねえんだよ。喉鳴らせよ。さあ、本日はさすがに、マリモさんに店内巡回をしてもらうのは酷だということで、私が今回ってるわけですけども、全体的にというよりは、まあ、ここが強いなというのが一つありまして、こちらですね、窓マギ3のコーナー、ここはね、角から角にももうこれ結構出てるの、4000枚以上出てるのか今日。で角さんも持ちコインが1000枚弱、4番目は1000枚オーバーで、角後もプラスはプラスですね。まあ十分、まあ前代もありえるようなそういう挙動をしております。毎度寝台とかは大事に使ってらっしゃるお店なんで、まあ今日はここだったんでしょうね。ここ見てくださいよ、ここの角と角にとってりゃ3000枚と4000枚でした。いやでも言っても仕方ないよな、さすがに今日はあの凱旋行きますって。以上です。13万9000円投資回収ゼロでございました。またお会いしましょう。さようなら。マジ終わりて、マジでは一言も喋りたくねえ。これは本当にもうかける言葉が見当たりません、ね、もう僕もちょっとね軽い感じでふざけれないもん、ここまで行くと、ね、ちょっといくらなんでもひでえなー。でもちょっと自己責任もありますよ。でも一回だよ。いや一回ですけど、マリモさん自分で飛ばしてますからね。最高とかやってる場合じゃないですよ。マジじゃない。リーチ目がまたムカつくね本当。いやダイがもう本当にねモテ遊んでました、我々最高。よくできるんだ。だろすごい。あいつそういう感じだったんだろ今。いやすごいね。エンターテイナーだな。僕14万負けて最高ってできないもん。いやーでもねちょっとエコダテンもひどいぞ。そろそろいいじゃないか。5回でさ。ちょっと5回ここだけ抜粋して収支出してほしいよね。いや出してほしいです。何万枚負けてんのか。
まあでもいつかは来るだろうと思ってたから10万超え、まあ、それが自分っていうのがねさすがにちょっと痛いんですけど、まあそうですね、痛すぎるんですけど、まあでも記録には残ったかなと、記憶と記録で両方残ったかなと思いますんで、まあ最近ちょっといい回が続いてましたもんね、手玉的に、まあ、あのいわゆる前回の凱旋は神回って言われてたでしょ、 そう、その後クソ回がやってきたと地獄ですよ地獄冥府、はい、皆さん本当注意してください、ペナルティーもう笑えないですから、いや本当に本当にもうくれぐれも本当集中してやんないと、回のペナルティーがもうこんなことになるから、次はね今日の分全部取り返すが出しますから、ええ、覚悟しておいてくださいよお願いしますよじゃあまた次回お会いしましょう、ありがとうございました、さよなら、さよなら。